うんこちゃんの配信を見てマイクラをダウンロードした初心者です。本当に障害を持っていますっつって、そいつのさ、写真とともに障害者手帳が、埼玉県から送られた障害者手帳が、あの、ダイヤモンドの掘り方を見て、見たんですけど、見てもわからなかったんで、一緒に掘りたいです。こういうやつしか俺合格させないからね。しかもさ、最悪パワー系だからさ、俺が行けっつってしつけたらさ、ランカイみてえにさ、なあ、ムカつきやつとか殺してくれそうじゃん。俺、こういうやつばっかり周り固めよう、ランカイ。お前、名前あれしろよ。マイクラのインストールの方法わかる？名前ランカイにしろよ、お前。で、俺が行けっつったらもう突っ込んでいけ、逆な。基本的に障害者手帳持ってたら、優先的に雇います。まずは。お？茨城県の障害者も来た。よし、まずお前だな。ヤッホーって来た。私もうんこちゃんとマイクラしたいです。いいよ。マイク、やろう。お、山梨県のあれだわ。身体障害者も来たわ。よし。やろう、お前も。お前もやろう。やろう。いいね。あ、意外と30人ぐらい障害者集まるかもしんね。僕は色盲なのでブロックの見分けがつきませんよ、しこいつね、今。俺が色を教えてやろう、お前にやろう。どん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 俺がやろうと送ってる人。お前にじゃあダイヤを掘る喜び俺が教えてやるから。僕は岩手県の精神障害者2級です。なんでみんなこんなに手帳持ってんのをやろうって。やっぱ10人はな、欲しいよな、そういう欄会が。みんなめちゃくちゃ、千葉県の障害者で、え、なんか俺の視聴者って、そういうのばっかりやろ。やろう。本当にやってくれんのか、お前ら。マイクラの入れ方わかるのか。こんにちは、はじめまして、加藤さん。僕も加藤さんの話見てメール送りました。僕も一緒にやりたいです。左手の小指が生まれつきなので、シフトキーが押せません。でも一緒にやりたいです。やろう。俺すぐわかる。一緒に走れってさ、まずお前が一番、走れ、あれだからな。一番足遅いやつがお前だろうな。やろう。生まれつき左腕がないのでちょっと操作おぼつかないですが、脳に異常はないです。やりたいです。やろう。埼玉の障害持ちです。先ほどメール送りましたが、僕はできないし、お前送、やろうって送ってんだろうがよ！おい！まずこの、通常のコミュニケーションが図れてねえじゃねえかよ。まずマイクラ、もうお前も何回もメール送ってて、やろうっつって。そこから教えなきゃいけないのか、俺は。もうお前3通送ってるからな、俺。自分のさ、送信メールだけじゃなくて、受信メール見ろ、俺の。ああ、こいつ良さそう。建築学科学生、マイクラ歴ゼロ。こういうやつよくない？いや、でもこここうした方がいいんじゃない？こういうやつちょっと入れとこうか。優秀だよな。建築学科の学生で、建築学科生で、マイクラ歴なし。やろう。精神科の通院カードを載せております。いいね。友達と一日だけやりましたが、自分が沼すぎて疎遠になりました。精神障害者なので病院に行ったところ、ろくに検査もされて、君は発達障害かもしれないねと言われました。顔と名前と学校までなら、配信で晒していいです。なんで俺がお前の人生そんなに背負わなきゃいけないんだよ。やろう。おじいちゃんが韓国人の通信高校生いいね。やろう。やっぱ、そういうさ、いろんな、事件も起きてほしいから、おい、あいつ来たぞ。世界ってさ、意外とそういう不条理なものだったりするからね。島根県の手帳、緑2級持ちです。配信見てて送りました。とにかく、僕に仕事をください。石を掘りたいです。やろう。こんな時だからこそやろう。多分さ、俺が送ったさ、人たちの中でさ、参加してくれる人とおそらく2人ぐらいだろうな。残りの8割はさ、やり方がわかりませんってメール来るだろうな。そしたら無視しよう。知りません。あんたなんか知りませんっつって、メールアドレス書いて逃げよう。精神科を目指してる医大生やろう。よし、こういう。
え、すげえ夢がある。だってさ、すごいさ、残酷な話さ、障害者とさ、医大生が一緒にゲームやることがないじゃん。お、今日マジめちゃくちゃだぞ。友達させっかんな、そいつら。お願いです、マイクラをうちの奥さんとやってあげてください。僕はなんだろう知らないですけど、とにかくうちの奥さんがうんこちゃん好きなんで、やってあげてください、遊んであげてください。いいよやろう。じゃそういうのに弱いからな俺。どうするさ、普通こんなのってさ、3時間ぐらい全クリできるじゃん。いっぱい人数やったら全滅する、全滅する可能性ゼロじゃねえよな、こんなバカバカなやつやったら。俺も上手くねえからな。まともなやつ2、3人しかいねえからな。医大生がいるから、うまいこと、バランスを取っていくっていう。そういう奴ら、だから医大生に、医大生の向こう側に紹介者並べてコミュニケーション図ればいいじゃん。ねえねえ、あれ、ちょっと症状出てないよなーって。そういう、俺はやっぱ国を作りたいから。加藤さん、はじめまして。私は発達障害ありませんが、在日韓国人です。やってちょっとしてやめたのですが、ブロック集めるのだけはいけます。パスポートの画像送りますので、よろしくお願いします。よしよしよしやろう。俺が世界を束ねていくか。じゃあ、あ、いいね。女です。加藤純一さん、初めてマイクラ募集の件で、ぜひとも加藤さんとマイクラがしたくご連絡させていただきました。私は彼氏の影響で最近加藤さんの配信を拝聴させていただくことになりました。マイクラを始めたのも加藤さんが鶏を大量虐殺するのが面白かったきっかけです。一週間ほど前に始めたばかりです。よしやろう。左目が見えません。左目をなんかさ、とんでもないやつがいるんだけど。目があるじゃん、こうやって。こういうさ、祭り縫いしてる写真が送られてきたんだけど。なんていう病気それ、お前。ねえ。こういうやつからメール来たんだけど。ねえ。何それ。やろう。あ、こいつもいいな。ゲーム酔いがひどくて、マイクラや FPS は1時間以上できないので、地下や探索に行くことはできません。ひたすら小麦を植える係やらせてください。いいよ。やろう。で、指動かない視聴者いすぎじゃない？あ、指があまり動かせないんですが、加藤実際としてやりたいんですよ、やろう。大半指動かねえじゃねえかよ。お願いです。やりたいし、病気治したいですって。これを機にリハビリ、その精神病のリハビリに使いたいです。いい志だなぁ。あー！こいついいじゃん！12歳野球少年、こいつやろ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 、びっくりマーク3つつけちゃう。左足の膝から先がないです。事故で失いますが、写真送ってきたらやろうじゃん。俺は信用できないから。え、俺でもめちゃくちゃいじめるよ。マイクラの中で、おい、あいつはせ、おめえあれだからな、現実世界で足ねえんだからてめえ走んじゃねえぞぐらいは言うけどいい？そんな、なんか、みんなみたいに優しくないけどいい？めちゃめちゃ、おい、おめえさ、あれしろよ。寝る前にさ、付け根送ってくれよ。乙武さんの腕の付け根俺見てえから、おめえの足の付け根送ってくれよっつってさ。俺、付け根見たいんだよ。135キロの女。よし、こいつでいいよ。じゃあ、やろう。お前その代わりなんか、ちゃんとデブの格好してこいよ。ちょうど、僕は100キロのデブです。パソコンの前から動かなくてもできることは何でもします。こいつと、あの、出会わせよ。やろう。さっきの135キロのデブの女とこの100キロのデブの男をうまく掛け合わせる。俺は、あれだからな、その、ドラクエモンスターズで、モンスターズやってて、結構配合とかにも興味あるから、普通に出会わせて結婚させるわ。すいません、返事が届いていません。返事が来ないんですけど大丈夫ですか？誰だよ、お前。知り合いが？今コロナになり、自宅待機しており、とても暇です。じゃあやろう、じゃあ。世情も切ってきたからね、俺は。38歳無職。まだ童貞。加藤さんの企画で女の子とお見合いさせてください。これが最後のチャンスだと思ってます。一応135キロの女しか今いないけど、それでいい？また今度お見合いには彼女作っていくからな、俺が。ちょっと今はダメだわ。あの、ストックがない。俺はみんなのためにさ、な、彼女作ってやりたいけど、今ちょっと女のストックがねえんだよ。ちょっと待っとけ。ブロックの角を長時間見るのがとても怖いです。少し、やらせよ、こいつに。やろう。こいつのブロックの角を見させよ。いいね。先端恐怖症だから、うんこちゃんの放送も見れません。ほぼ見れませんでした。でもやろう。
チート作ってバンされたことがあります。で、てめえ、なんでおめえをじゃあ俺が雇わなきゃいけないんだよ、バンさん。おめえまた使うんだろ、それ。ただ、素直さはいいよ。くだらねえ嘘ついてさ、つまんねえ嘘じゃなくて、僕は、チートを使ってバンされたことがあります。チートバン自慢。友達にお前とはやれないと言われ、一度もできてません。じゃあ俺とやろう。なあ、かわいそうに。やべえ。俺がいっぱいさ、障害持った人でもいいよ、つってさ、雇いまくってたらさ、本当に、もう止めどなく、私もです、僕もです、僕も障害者です。めちゃめちゃ、障害者のオフ会みたいになってきて、とんでもない、来るメール来るメールが、なんか障害者手帳自慢みたいな、俺の受信ボックス今とんでもないことになってんだけど。釣りずっとできます。いいね、やろう。うわ、すげえ粒揃いだぞ、今回。ただこいつらが参加できるかな本当に。ちょっと調べとけよ、ちゃんと。今からサーバー立てるからゆっくりやろうな。あれするから。準備時間ちゃんと1時間。ほら、みんなこうやってやってこうやって入るんだよって。俺、ひまわり学研の先生のように、ちゃんと教えるから、みんなパソコンの前で待っててな。あ、15歳いいね、やろう。こういう若い子もな。32歳、マイクラ歴2週間の女いいね。カウンセリング関係の資格持っています。障害者の方と楽しくプレイできます。よしやろう。15歳の男の子から32歳の女の子までよ。へえ、障害者手帳って県によってこんなに色違うんだ。すげえ変な知識ついてきた。へえ、それぞれのマークがあるんだね。ハンコみたいな。俺は好きな障害者手帳、熊本の障害者手帳かっこいいじゃん。千葉はちょっとダセえな。色がダセ。熊本かっこいいね。あ、埼玉の障害者手帳も、あれだな。まあまあかっこいいね。なんか、免許証見てね、かっけえな。へえ。カバーは何？それぞれみんなやっぱおしゃれしてんのかな、これ。やっぱ女が持ってる障害者手帳はなんかちょっとおしゃれだわ。カバーがおしゃれ。数学教員24歳男。毎日反抗期の中学生の相手をしています。あ、いいね、いいね、いいね。やろう。マイクラ歴40時間っていうのが俺と同じぐらいで良さそうだな。なんと、応募総数2500件の中から選ばれたこの50人、どんだけみんなマイクラやりてんだよ。応募総数2500件の倍率を勝ち抜いたやつだからな、これ。うち4割は精神障害者。父さん、マイクラがしたいです。生まれつき指が変な形なのでうまく操作ができませんけど、一応指の画像を送付しております。めちゃめちゃ指の形がおかしい。お前、俺と一緒にやろう。めちゃめちゃ笑うけどいい、俺。おめえ指がぐしゃぐしゃだからあれじゃねえかって。おめえでもハリーと一緒だなって、ハリモトと一緒だなって、やろうぜ一緒に。お前かわいい指してんな。これみんなに見せてやりて。個性だぞ、お前。手帳にマジックで加藤純一って書かせろ。とか、冗談で言ったら本当に書きそうだから嫌だ。嫌だ。書かないでな、みんな。お願いだから。現在、加藤さんに片思い中の方です。ぜひ加藤さんと一緒にマイクラしたいと思い購入しました。ID は加藤ラブラブにしました。本当に一緒にやりたいです、やろう。今日一緒にねえよ、しかも。一緒にで、ね、今度デートしよう、マジで。コロナ終わったら一回二人でデートしよう。さっきの方も絶対に振り向いてもらえるように頑張ります。本当にこいつら大丈夫なのか。で、俺からさ、やろうってメール送った人さ、俺からのやろうの返信に ID 書いて送って。意味わかる？じゃないと別のメールになっちゃうから、俺の送信メールから見れるように俺のやろうっていうメールに対して返信送ってね。で、 ID ってわかるよね、みんなね。ID の意味わかる？一人今のところ返信意見だけなんだけど、おい大丈夫か？ ID がこれでいいのかわかりませんが、多分これだと思います。お前本当かよ。お前本当なのかな。ねえ、あ、さすが偉大生早い。あー、超いいね。お前本当にこんなにさ、処理能力に差があるの。ちょっと
めちゃくちゃ早いよ、偉大生、ありがとう。マイクラの ID はわかりませんが、おそらくなんとかです。ほんと、グズばっかじゃねえか。できればどこに書いてあるか教えていただきたいです。なんで俺はマイクラの ID の場所、どこに書いてあんの今一生懸命、障害者が泣きながら調べてるから、今。ちなみに今来てるメール、1,2,3,4,5 件目だけど、手帳持ってるやつだから1件も返ってきてねえからな。ちなみにゼロだからね。もしかしたら手帳参加者ゼロ人かもしれない。一人も来てねえもん。あ、左腕がないやつ来た。よし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 。よし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 。やっと一人障害者から来たよ。うわ、マジでダメだ。みんなごめん。バリアフリーならずかもしれない。障害者一人も返信くれってこれんだけど、そんなことある？俺20人の、ね、手帳持ちに連絡したんだよ。0人だよ、全滅だよ！マジでゼロ！嘘だろ？あ、コロナのやつ来たわ。あ、よかった。本当に誰も連絡、あ、来た！埼玉の障害持ちから来た！ナイス！いいね、やっと一人来た。お前すごいぞ、早いぞお前。あのさ、このさ、 ID 送ってくれた人にさ、俺のこの IP みたいなのって送っていいのかな。死ぬと終わるので、うんこちゃんの指示があるまで入れない方がいいね。そっか、あの障害を持った人たちがさ、うわーって走って、はしゃいで死んじゃったら、そっか、まだ入れねえようにするわ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。確かに俺配慮かけてさ、うわーってさ、海とかにジャバーって入ってさ、そのまま死ぬ可能性があるから、確かにそうだな。でもさ、俺、やっぱさすがだな、俺すごい今自分の審美眼は間違ってねえなって思った。こんなにさ、メール多分リアルに5000件くらい来てるのね。で、ピンポイントに障害者を選んだってことなんだよ。だって、30分経ってんのに、一人もメール返ってきてないんだよ。本当にゼロだよ。ってことは俺ちゃんとした、本当にそういう人たちを選べたってことだから、俺自信持っていいと思う。いやー、来た来た来た！いやー、すげえ！ 35 分後に来た、一人来た！あ、すごい、来てる来てる！あ、帰って、精神障害者と発達障害のダブルコンボの人も来たよ。見えてるよ、ちゃんと。俺は絶対見えてるから、お前ら信じて送ってくれ。もう少し待ってください。135キロのあのデブの女。早く、お前ただのデブなんだからすぐ送れんだろうがよ。なんでてめえに俺てめえ待ってんだよ。意味わかんねえ。おめえデブ、ただデブなだけなら送れんだろうが。一緒に潜るな。やべえ、一人超入れたやついる。埼玉県52歳の風俗嬢。やろう、一緒に。本物くせえ、これ。やりましょう。二つの意味でやりましょう、僕と。これは本物だぞ、間違いない。あのね、違う、メールアドレスも、ちゃんとなんか、これは本物だ。これは絶対本物だ。なんとか、1968、なんとかなんとかって書いてあるんだね。1968っておそらく1968年生まれってことじゃん。52歳って1968年生まれだから、これ多分ガチだわ。やろう！やろう、俺と。あ、いいね！色盲来た、色盲の！よし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 。いいね！色盲来たぞ！ブロックの見分けがつかないやつ。仲間がだん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 来てる。人妻も来てる、ちゃんと。うわ、めっちゃ来てる！なんでこんなに、やっぱ同じぐらいの時期。これさ、あれだからね、来た時間により、クラス分けるからね。うちクラス制度を導入してて、今、俺が ID 送ってる人は40分クラス。俺が送ってって言ってから40分以内に送れた人は40分クラス入れるからね。うわ、マジでいっぱい来た。100キロのデブラ。なんで100キロのデブが40分クラスにいるんだよ、二人とも。
意味わかんねえ。PS4 なので、PS4 なのですが大丈夫ですかってなんで40分後に送ってくんだよ。お前それは1分後に送れるだろうが。あ、岩手県の障害者2級、いいね。40分クラス優秀だぞ。役立たず20人だとすぐ全滅する。いや、30人いれば大丈夫でしょ。な。30人いれば。で、おそらくみんな俺の予想だと、この20人のうち、ちゃんとサーバーに入ってこれるやつって、7割とかでしたら14人だから、そっからさらにまた選別が始まるから、30人選んどかないと20人集まんねえわけよ。こっからさらに削られるからね。スイッチは無理なんですかって、無理だろっつってんだろうがよ。おい。なんでそれを0分前に送ってくんだよ。PC 版、最初に送ってこい、それを。なあ。あ、来た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 。生まれつき指が危険なやつ来たけど、下ハイフンが打てないから、下ハイフンって、お前下ハイフンが打てねえから、下ハイフンってひらがなで打つんじゃねえよ、お前。なんだこれ。俺が何、お前の、じゃ代わりになってやるか。特別だぞ。結構人気者なんだぞ、俺。そういうの俺やらねえんだからな。これもしくは、何これ。こいつの ID めっちゃいい。デーモン下ハイフンハンド。お前自分の指がないから。これ下ハイフン、鎌田下ハイフンね。打てねえんだよ、アンダーバーガー。加藤ラブラブは届いてるっつってんだろ、お前。お前なんで、お前15件くらいメール送ってきてんじゃねえか。加藤さんこんばんは。僕はマイクラを昔100時間ぐらいやったことがあるんですけど、やり方が分からずずっと土と木を掘っていました。折り立った大地の木と土がほとんどなくなってしまったのでマイクラをやめました。やめまさた。今回も掘ることだったら貢献できると思います。オッケー。じゃあお前も。やろう。あ、いいね。ラグビー部所属の17歳。いいね。やろう。24歳女。毎日つまらない日常を送ってるので、このマイクラを機に人生変えたいです。やろう。ID 教えて。そこまでの人生変えたいんだったら。弱視で色の判別しかつきませんので、色盲の人と組めば、二人で立派に働けます。いいね。私を色盲の人と組ませてください。やろう。これいいコンビじゃん。片方は色の判別しかつかなくて、片方は色の判別がつかない。これいいコンビだぞ。すごいな、お前。 ID もしかも、あんた採用だ。とにかく迷惑をかけません。高校1年生です。春休みの思い出を一緒に作りたいです。いいよ、じゃああんたやろう。その程度のモチベーションでいいんだよ、俺の。そうなんだよ。とにかく迷惑かけないって高校生に言わせたくないしな。やろう。迷惑かけていいぞ、俺に。あ、ラグビー部の17歳、いいね。若い子も今回多いぞ。5、6人はいるはず。こんなもんか。今何いる ?25 人。いや、心配だわ。入ってこれるかどうか。こんなもんか。うん、もういいね。オッケー。52歳の風俗嬢です。スイッチ版入れてきました。ちょっとダメだって、ジャバ版なんだって。一緒にやりたかった。今度個人的に一緒にやろうな。です。もったいねえ、この人マジでさ、もったいねえわ。今これ金の卵見つけたのに、ジャバ版なんすよ。個人的に、俺、じゃあ俺今度個人的に店行くから、ね、それでちょっと許してください。うわ、やりたかった。やりたかったっすよ、そっちの意味じゃねえからな。一緒にマイクラしたかった。一人入ってる、一人入ってる。
ちょっと待ってね、今配信映ってないから。あ、結構入ってきてるじゃん。いいね、いいね。いいね、大半が、これ大半がさ、スキンもゴミっていうのがいいわ。初期スキン。いいね。そうだよな。んな、スキンなんてね、手に入るわけねえもんな。かー、マジ、ちょっとみんなチラ見して。もうこれ、マジでゴミっぽくていいわ。みんな見て。こいつらの無能感見て、この。俺たちは一体どうすればいいんだろうね。この無能感。この無能感どうみんな。こいつらは多分上手いじゃん。この無能感良くないめちゃくちゃ。いい無能が揃ってるわ。オッケーオッケーオッケー。初期アバターのゴミども置いてっから。ちょっとさ、これでさ、じゃあ、爪行ってくるわ。俺が送った中でまだ入れるよっていう人、入ってな。行ってくるわ。準備にクソ時間かかったわ。めちゃめちゃ時間かかった。2時間半かかっちゃった。よし、行ってくるわ。